ボディアーマー、ボディアーマー、ボディアーマーは、銃弾や爆発による破片などから身を守るために、使用されるベスト状の身体防護服。フラッグジャケット、バリスティックベスト、バリスティックベスト、ブリットプルーフベスト、ブレットプルーフベストとも呼ばれる。日本では、防弾チョッキ、防弾ベスト、防弾衣などの呼び方がある。なお、ボディアーマーの防護性能は使われる素材によって、 異なっており、拳銃弾や砲弾編程度しか阻止できないものから、装甲を貫通する目的で作られた、小銃用の AP 弾、アーマーピアッシングを低させるない規格レベル4クラスのものまで存在する。銃弾や手榴弾、砲弾などの爆発時に発生する破片から体を防護し、被害を低減するために着用する。近年では、セラミックプレートを装備し、 小銃弾の阻止が可能なボディアーマーが主流とっている。軍用ボディアーマーは長い歴史を持つが、朝鮮戦争から1 9八十年代までの軍用ボディアーマーは小銃弾ではなく拳銃弾や砲弾の破片から防護する目的で使用されていた。これは当時の技術では小銃弾の阻止が困難だったことや戦場で死傷する原因の大半は銃撃ではなく砲爆撃や のの破片によるるもででああことなどが原因であった一般に民間ではほとんど広まっていない、あるいは着用については軽いもの、防塵機能のみの場合も多い。これは日本では銃器による犯罪がごく少ないことが原因と考えられる。一般的に防弾ベストは防御可能な弾薬の種類に応じてランク付けされており、 アメリカ合衆国司法省の国家司法研究所の規格のないマイナス101.04が使われている。貫通しないことが絶対条件であるが、被弾インパクトの凹みである BFS は 44mm 以下という基準もある。アメリカの規格なので、単位に Gm,g,m 方と g r f e e ト g r フィート、グレーン、フィート方が併記されている。ちなみに、 ない基準は、アメリカ警察のための防弾基準である。ため日本国内で問題になっている。ドカレフ、7.62X25mm、FMJ 弾、SJLC 弾、SLSC 弾、弾丸速度秒速 480m に、対応していない。7.62X25mm 弾は、薬莢が 25mm と長いことから、多くの火薬が入り弾丸速度は、 秒速480メートルを超えることもある。ないマイナス 3A の9ミリメートル弾の基準速度の425秒速15メートルの速度を大きく超えることもあり、貫通力ハイと言われている。トカレフ対応として 3A プラスという基準がよく言われるが、ない基準にはトカレフ 7.62EX25 ミ、mm、リメートルの基準はない。最初期のソフトアーマー類のうちの一つは、 中世の日本において絹で作られていたものだと言われている。中世末期にマスケット銃が登場すると鎧が撃ち抜かれる事例が多発するようになったため、鎧職人側も対抗するために全面を厚く、背面を薄くしたり、積層装甲などの技術を用いて対抗しようとした。 銃が大量に配備されるようになると、マスケット銃の弾が貫通しないことが重要なこととなり、出来上がった鎧を銃で撃つ、試し動を行い貫通しなことを証明するようになった。しかし、実際に撃ち抜かれないことは稀であり、そのほとんどは火薬を極端に減らした弾を使うか、職人が弾痕に見せかけた凹みを工具でつけていたのが実情でった。銃の発達によって、 装甲の薄い全身鎧は存在価値を失い、鎧は頭と胴体だけを守る者へと変化した。中世のものよりも厚くなり、遠距離からの小銃弾や銃剣に耐えられるようになった。このような鎧を身につけた強行機兵や装甲的弾兵がエリート部隊として戦場に現れた。しかし、このような鎧も機関銃の登場によって価値を失っていく。 1898年シカゴ市長カーター・ハリソンが自宅にいる際にギャングによって機関銃で撃たれ命を落とすという事件が起きた。シカゴの教会の聖職者だったカシミール・ゼグレンは市長の死に衝撃を受け、神聖な仕事として防弾ベストを作ることを決意する。しかし15年間、鉱鉄の削りくずや毛髪を利用して実験を繰り返し物の,の成果は上げられなかった。 鋼鉄に比べ弾性があり引っ張ると、元の長さよりも30%長くなる絹を試し、またクモの巣がぶつかった昆虫の運動エネルギーを吸収する原理を応用しようと考え、ヨーロッパの織物工場を訪れた際、理想的な4層の織り方を見つけ、防弾ベストを仕上げた。効果に疑問を持つシカゴ市民を納得させるため、シカゴ劇場において自らベストを着用して、 実弾を使っ実演を行い、成功した。1914年にゼグレンの開発した絹のボディアーマーは 800US ドル、現在の価格で1万 5000US ドル程度で高価なものだったが、黒色火薬を用いる初速の低い銃弾を防ぐのには十分な性能であった。これを着用できたのは少数の精鋭部隊のみだった。この対戦での残酷戦では、 それまでの革製のヘルメットなどに代わる鉄兜や、一部では昔の強行機兵のような鉄製のボディアーマーも用いられた。前者はその後一般化していったのに対し、後者は小銃弾に耐えられるように分厚くなっており、重量は3 0ラム前後にもなっていた。あまりに重く、行動を阻害してしまう上に防御が不十分なため、特殊用途を除き捨てていった。 ナポレオンの頃と大差がなく、撃たれれば貫通する可能性は高く、何の意味もなかった。残豪での着用も無意味だった。事実上ボディアーマーは軍で活用されず、その代償を払うのは兵士たちだった。1920年代の後半から1930年代の前半にかけて、アメリカでは木綿が詰められた布製の廉価なボディアーマーが犯罪者に用いられるようになった。 このボディアーマーは、初速が約1000フィート、秒程度の拳銃弾を防ぐことが可能であったため、法執行機関がそれに対抗する目的で、38スペシャルや、357マグナム弾を装備するようになった。第二次世界大戦では、ソビエト赤軍の SN-42 や、日本陸軍の92式防弾具など、一部で、鋼鉄製のボディアーマーが使用されていた。 金属は、銃が開発される以前から防具として使用されてきた素材で、ア、繊維系の防弾素材に比して劣化しにくい。チタンの場合は、海水でも錆びないという利点があるものの、重量が他の素材よりも重い、長弾の危険がある、防弾性能が低い、水に浮かないなどの欠点を持つ。また、イギリス軍の爆撃機の上員向きにナイロンを用いた、 大砲断片用のフラックジャケットが開発され、以後の軍用ボディアーマーの開発に大きな影響を与えた。朝鮮戦争において、アメリカ海兵隊がナイロン製の M1951 ボディアーマーを採用して兵士に支給した結果、死傷者が減少したことから、以後アメリカ軍ではボディアーマーが標準的な装備となった。ベトナム戦争中の1 9十七年には、 世界初の小銃弾阻止可能なボディアーマーである T65 から2プレートキャリアが開発された。このボディアーマーには当時チキンプレートと呼ばれていたセラミックプートが装備されており、低空を飛行する危険な任務にあたるヘリクルーに配備されたが非常に重かったため戦場では不評であった。アメリカ軍によって採用されたパスグッドボディアーマーでは デュポン社が開発したアラミド繊維であるケブラーが防弾剤として採用された。低人社のトアロンは有名である。この素材は鋼鉄の数倍の引っ張り強度を持ち、なおかつ熱に強い、加工や縫製が良い、安価などの利点を持つが、防弾能力は拳銃弾を止める程度が限界であり、薬の多いボトルネック型薬莢を持つ高所属の拳銃弾。 マウザー 7.63mm トカレフ 7.62mm 弾、5.7X28mm 弾糖や、細身の刃物や、弓矢などは通しやすい。防人目的に使われる場合は、強化樹脂や、金属のプレートを使用したり、チェーンメール、鎖か扉を併用したりする。水分を含むと、 防弾性能が著しく低下するため防水処置が必要なこと、水に浮かないなどの欠点がある。耐摩擦効果の高い繊維で編まれた布を数枚から数十枚重ねることで、銃弾のエネルギーを減衰させることに主眼を置いている。ネットにバレーボールを打ち込むように、繊維が周りにエネルギーを分散させることでダメージを減免するのである。繊維のみを用いたボディアーマーは、 比較的軽量で動きも束縛しにくいというメットがある。アラミド繊維の大きな特徴として、難燃性があり、自己消化性を有し、他の有機繊維のように溶融せず炭化するため、熱によって溶けた繊維が皮膚に付着したりするという二次災害の危険がないと言い、利点がある。このため車両やヘリコプターのエンジンルーム等の高温部の防御にも使用されている。 アラミド繊維に続く第二世代の防弾繊維として超高分子量ポリエチレンから作られた超高分子量ポリエチレン繊維があり DSM 社の第2マやハネウェル社のスペクトラが有名あるアラミド繊維を超える対衝撃性対摩耗性を許しさらに吸水で劣化しない軽量で水に浮くなどの利点を持つが熱に弱く135度で溶解してしまう欠点を持つ 超高分子量ポリエチレン繊維は、加工方法によっては、ソフトアーマーだけでなく、トラウマプレートとしても使用することができる。特殊な温度制御式超高圧プレス機で圧着して、高度の高いプラスチックの板状にすることが可能であり、この状態であれば、小銃弾の阻止も可能である。一方、ソビエト連邦軍においても、アフガニスタン紛争に参戦し現地で、 タイゲリラ作戦を経験し苦戦した中で、独自設計のボディーアーマーの開発に着手し、6-1、6-2、6-3といった、いくつかのタイプが、アフガニスタン紛争で前線で戦うスペツナズ、空挺軍兵士などに装備され使用された。実戦を経て、ソビート連邦軍もボディーアーマーを装備に追加した、近代化、戦闘能力の強化を図っていた。 1990年にはフランスで炭化計素や炭化放送のセラミックを防弾剤としたセラミックプレートが一般の兵士に支給され始めた。このトラウマプレートは小銃弾の阻止が可能であり一般の兵士の生存率向上に貢献した。しかし繊維系の防弾剤と比べると重いためセラミック系防弾剤は重要部位のみを防護するハードアマー、繊維系弾剤は 他の部位を防護するソフトアーマーに分化し目的に応じて併用もしくは使い分けられる場合が多い。また、1991年にアメリカ軍の特殊部隊で採用されたレンジャーボディアーマーはセラミックプレートを前後部に挿入することでそれまで不評用に採用されていたケブラー製のパスグッドベストは不可能だった小銃弾の阻止を可能とした。また、 パスグッドの後継として、アメリカ陸軍と海兵隊で採用されたインターセプターボディアーマーには、ボディアーマーとして、初のパルズウェービングが縫い付けられている。これにより、任意の位置にポーチ類を装着することができ、装備の自由度向上に寄与している。レンジャーボディアーマーで不評だった重量も、大幅に軽量化されていた。アメリカ同時多発テロ事件を契機とした、アフガニスタン。 イラクでの対テロ戦争では接近戦の増加や強力な爆弾による待ち伏せ攻撃、井戸が多発し、ボディアーマーのさらなる改善が求められ、アメリカ軍では、サピより、セラミックの厚みが増したエサピが開発された。従来のサピは 7.62EX51mm、ナトーダ弾を停止する程度だが、エサピは、小銃弾としては、威力、貫通力ともに、最上級の、 30から06スプリングフィールド鉄鋼弾を停止する能力を有している。サピはセラミック層にスペクトラの裏地を当てているが、エサピでは防弾不織布、一方向強化ポリエチレン材料に付加されている。また、エサピと同時に両側面腹部を防護する SB が開発されこのプレートを標準装備するヨーテブ、アメリカ陸軍2006年と MTV。 アメリカ海兵隊2006年が採用された。対テロ戦争の結果、アメリカだけではなく、世界各国でボディアーマーの改善が行われるようになり、日本の陸上自衛隊でも自衛隊イラク派遣時に、当時採用されていた戦闘防弾チョッキでは危険判断し、防弾チョッキ2型を急遽採用して、派遣部隊に装備した。しかし、これらの防御力を追求した。 ボディアーマーは重量が増大しているため、兵士の機動性が低下したり、疲労や腰痛を起こすことが問題となった。特にアフガニスタンの山岳地帯などで戦う兵士に、とってはこれは深刻な問題であったため、アメリカ軍では防御範囲を減らすことで軽量化を行った SPC や SPCS を採用した。運用年限は3年程度で、 製造から5年以上経過すると素材が経年とともに自然劣化して防弾機能が低下してしまう。実際に警察や民間などで更新を怠ったために劣化したボディアーマーが機能せずメーカーと訴訟に発展したことがある。一度でも銃弾が命中すると命中した場所の周囲が激しく劣化するため近い場所に2発以上命中すると繊維が裂けて貫通する。 規格上は着弾点が4インチ以上離れていなければ正規の性能が保証されないことになっている。このため一度でも被弾したボディーアーマーは交換する必要がある。もともとアメリカ西部開拓時代に保安官が着用していたが当時の製品は衣類にしては重すぎ活動的ではなかったので改良が幾度となく行われた。現在のものは軽量化。 高性能化に富み、活動的なデザインと密着感のあるものとなった。ただし、普段全く着用しないものが簡単に着こなせるほど、手軽なものではなく、さらに軽量化されているとはいえやはり普段の服装に、比べればはるかに重い。ケブラー繊維は水に濡れると防御力が低下するため、ケブラーの部分は防水処理が施されている。このため服としては極端に通気性が悪い。 広範囲かつ不規則に破片をばらまく、爆発物に対しては防御されていない部分に命中した破片によって致命傷や重傷に至る事態が多発している。主な事例として、主に首の首動脈、脇の下、股間部分などの動脈が損傷すると止血が難しく、短時間で失血死する危険が高い。これらの欠点を補うために、 首を覆う部分や上腕部を覆うアーマーの追加が行われたりているが、重量増加とコスト上昇、動きにくくなるといった問題もある。誤解されやすいことであるが、もともとボディアーマーは、偶然の飛来物の貫通を防ぎ、致命傷を回避することが目的で、飛来物の効果を打ち消して、怪我を完全に回避することが目的ではない。 現実には、たとえ弾丸がボディアーマーでストップしても、人体には着弾時の衝撃がかなり伝わる。これは、厚手のジャンパーを着ている人間を勢いよく指でつけば、指がジャンパーを貫通することはないが、相手は疲れた衝撃を感じるのと同じ理屈である。したがって、かなり低性能の弾丸でも当たった場所に、あざができたり軽い打撲を覆うことはあり、エネルギーの大きい弾丸では、 肋骨が折れたり内臓が破裂することさえある。ボディアーマーの内側に衝撃を分散するパッドを装着することで、幾分か衝撃を緩和できるが、性能への過信は禁物である。なお、ボディアーマーの上に物をつけるのは問題はないが、ボディアーマーの下に硬いものを入れておくのは禁忌である。これは弾丸が命中した時に硬いものが、 衝撃の分散を妨げて打撲傷や骨折を引き越すためである。そのため、ボディアーマーの下には、ボタンやジッパーのない服を着る必要があり、ポケットなどには物を入れてはならない。実際に、ドイツでは、女性警察官が、ブラジャーの金具で負傷するという事故が起きたため、金具のないスポーツブラを支給することになった。また、ベトナム戦争時には、ヘリコプターの搭乗員用に、 防弾パンツが採用されていたが、ベトナムの暑さで蒸れてしまうため戦闘に支障を来たしたり、兵士自ら外してしまうことが多かった。人間の兵士だけでなく、軍用犬などの軍用動物用のボディーアーマーも開発されている。大型犬であっても重量によって、機動性が落ちるため、胴体を保護する軽い防塵ベストが主流である。またポケットに少量ではあるが、 医薬品や弾薬などを入れることもできる。軍馬などはかなりの重さに耐えられるため、中世ヨーロッパでは狙われやすい胴体と頭部を金属板で覆うなどしていた。警官が使用する場合は、ボディアーマーを着用していることが外からわかると、一般市民に威圧感をもたらしたり、銃撃戦時に頭部など保護されていない部位を狙われることがあるため、着用時は、 外観から来ているとわからないように下着の上に直接装着し、その上から制服を着用して、ボディアーマーを覆い隠すよう指導される組織もある。ただし組織によっては、アウターのボディアーマーを制服の一部として着用している組織もある。なお、同じ組織内でも、スワッ t の隊員や強制捜査時など、相手からの反撃が予想されるような部隊や任務の場合には、 レベル3以上のアウター型を着用するが、このような外に着る場合は、制服になるので、ポリスやシェリフなど、所属団体や着用者の名前などを縫い付けたりベルクロ、止めしている。心臓を拳銃で撃たれたが、大量の紙幣を入れた財布を、胸ポケットに入れていたことに救われて無傷だった例がある。これは、財布の中に入っていた。 大量の紙幣がボディアーマーの幾重にも重なるただしと同じ効果を発揮するためである。こういった偶然に助けられたケースはいくつか残されており、イラクにおいて胸ポケットに入れたアイポッドが AK-47 から発射された銃弾を食い止めたことや、第二次世界大戦における胸ポケットに入れていたポケット版の聖書とジッポが狙撃兵の発射したライフル弾を食い止め、 撃たれた本人は助かったという逸話もよく知られた、エピソードある。極端な例として、包協手術を受けた女性が銃撃された際、手術した胸のシリコンが、クッションになり、命拾いしたという例もあり、日本のテレビ番組で紹介されたこともある。アメリカのドラマ、24, 24、24マイナスにおいても、ジャック・バウアーが仲間に、空になったマガジンは、胸ポケットに入れておけと指南したことにより、 銃撃戦の際に副自体に防弾性はないものの銃撃を受けた時にその空マガジンが防弾の役割を果たし結果として仲間が助かるシーンがあるが実際には空マガジンで 9mm 弾を止められるとは考えられない特に本のような紙の厚い束は高い高切作性を示すがこれは漫画週刊誌程度でも簡易の防人ボディアーマーとして 十分に利用できるほどで、日本では60年安保の際に、デモ参加の大学生が、ハードカバーの本を胸や背中の下に入れたり、暴力団の構想が、盛んになった時期などにヤクザが、あるいは構想に明け暮れた1970年代の、暴走族などが、胴体に何冊もの漫画雑誌を巻きつけていたという、話も、漏れかれる。ただ当然のことながら巻きつけた、胴体以外は、守れないため、 日本国内でも、防弾、防人ボディアーマーが入手できるようになると、こういった用法は、捨てれていった。また、1999年に起きたのと、半島岐阜新戦事件においては、護衛艦、両校の船員である、海上自衛艦が、防弾直帰代わりに分厚い漫画本を、ガムテープでぐるぐる巻きにして、臨時検査の際、銃撃に備えていたという事例がある。これは、 近接戦闘に対する備えができておらず、船内に防弾直機が装備されていなかったためである。これらの例は、あくまで角度や距離、及び運に左右される部分が大きく、実際に最小口径である22口径の拳銃弾で、あっても厚さ7センチメートルほどの電話帳を10メートルほどの距離から撃って貫通させることでき、札束やジッポ等で命拾いした例は、 非常に確率の低い、まれが例として捉えるべきである。自動車の車体も38口径程度の拳銃弾で、簡単に貫通するので、映画や実際のニュースなど見る、パトカーのドアを縦にした、銃撃戦というのは、あくまでアメリカのパトカーの全部両ドアの内部に、玉パネルが内蔵されている場合に限る。しかしボディーアーマーもドアの防弾パネルもライフル弾には、効果はなく、実際に、 ノースハリウッド銀行強盗事件では、警察官たちは、犯人が乱射する AK-47 から身を守るために、パトカーのホイールの陰に身を隠した。なお、ボディアーマーではないが、ボディアーマーの一種として、刃物で刺されても影響がないような対人防護服、防人衣、防人ベストが存在する。警視庁は2005年6月27日に、新型の対人防護服を、 合を発表し、その後、都内全域に、これを配備した。それまでの対人防護服は、服の内側に着用する白いものであったが、夏は、蒸れるなどの欠点があった。新型は、夏でも着やすいように通気性を良くしてあり、出動服の外から着ることもできる、などの特徴がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。